どうもこんにちは。漫画家のカッピーです。えー、左式のエレンの原作者をやってます。今日はネームを自分で解説するシリーズの第2弾となります。えー、今回はこの9巻の内容を取り上げたいと思いますので、えー、よかったら見てください。よろしくお願いします。はい、えー。9巻に収録している72話、えー、伝説の誕生という回を、えー、やります。よろしくお願いします。1ページ目、えー。今回は右始まりでやってます。まあ普通は左始まりなんですね。参考本にしたときに、 こっちから始めると、えー、単行本の時に間の余白のおまけ漫画がいらなくなるっていうメリットがあります一、えっと、個の大きい話として、えー、見ていただきやすいので、えー、こういったでしょうスピーディーな展開の時はあの右始まりにあえてして単行本の余白ができないようにしてます。エレンにンしたルーシーシから始まりまりす、えっとまあ、自分の、えっとまあ 胸,胸を持っておおってなんかや一人でやってる、あのー、ちょっとまあコメディーのところから始まってでまあさらにコメディーで昭和の昭和のアニメ漫画っぽくなんかリアクションしてるあうって,って一方その頃エレンたちはまあこんな感じでピンチだよこれあの前回の話のえー、っとね参考もある人は見てほしいんですけど前回のえー まあなた、もしかして左引けないでみたいな感じで終わったんですけど、まあ、それの続きのリアクションですよね。このリアクションが続いてるっていうので、えっとね、漫画とか、まあアニメとかでよくあるんですけど、まあ CM 挟んだ後のアニメとか、えー、漫画とか、あの一週間ぶりの漫画とかでよくあるんですけど、最後のセリフをもう一回言うのってあるじゃないですか。あの、 お,お前はみたいな感じで終わったとしたら次の話で、えっと、2回言ってるわけじゃないんだけどお,お前はっていうシーンをリフレインしてまた始まるっていうのがあると思うんですけどえっとまあそれはちょっと一、まあ、つのテクニックとしてあ,のありなテクニックだとは思うんですが僕はあんまあの好みではなくてそれをなるべくやんないようにあの気をつけてますまあ単行本があの作品の最終形だと思ってるので 単行簿のところでなるべくその、まあ、違和感のないようにあの読んでほしいので,でそうすると結構ハードルが上がってあ,のあれやるとすごい楽なんですよねそのえっとああこのシーンからまたやるんだっていうのが分かりやすいんででもそれをやるとちょっとあの個人的な好みだと不粋かなと思うのでまあえっと会話の続き 続きで、まあ、同じようなことをの、まあ、まだ。まだ話してるみたいな。まあ、それぐらいだったら、まあ。ありとしようみたいな、なんか、そのぐらいのつもりで書いた記憶があります。えー、エレンの状況判断で、でこいつらの迷惑を多くし。まあ、敵意はないけど、厄介だっていうのを。まあ、あの。説明ですよね。まあ、これもあるし、その。まあ、読者的にも、この、なんか、ファンが来たってど。どういうことなんだっけって。 思うですよだからまあ、えー、とバトル漫画とかだとその敵が出たら戦う、えー、味方が来たら助かるとか、まあ、そういう、あのー、すごくシンプルな話だと思うんですけどこの左引きのエレンの群像劇だとその,その人が現れて状況がどう変化するか次の展開がどうなるかっていうのが、えっと、人間と人間の,その話なので結構その。 読めないところが読みづらいところがあると思うのでこいつらの存在は、えっと、敵意はないでも厄介だっていうふうにここでエレンが整理することで、まあ、読者にも、えー、そのつもりで見てもらうっていうちょっとまあ無駄に広告用語なのかな言うと、まあ、マインドセットマインドマインドセットって直訳でどういう意味なんだろう心構えなのかな心構えみたいな、まあ、マインドセットって 言うんですけどまあ足並みを揃えるというか気持ちをあのみんなであの足並み揃えるみたいなそういう時にマインドセットっていうんですけど、まあ、マインドセットっていうことは結構意識してます。ここでまあ同じ,同じ構図反転の構図でエレンとルーシーが、まあ、あたふたもうまさに右往左往って言葉があると思うんですけど、まあ、右へ左へで、えっと、やってます。 でまあ、余談なんですがあの、まあ、ルーシーこっちのカメラマンのルーシーちゃんが、まあ、エレンの影武者になるっていう設定があの当初からあったのでえっと髪型をエレンとお揃いにしてもキャラが差別化できるようにキャラ造形をしてます、えー、つまりこのそばかすとかこの八重歯とかそういうのをあえて作っておくことで えっとまあ、いずれ来るこの同じ同じ格好した時を想定してあの、まあ、できる限り読者が、えっと、あこっちがルーシーねこっちがエレンねって分かるようにこの、まあ、ちょっとしたキャラ造形最初から工夫してありました。で、まあ、まあエレンなりの言い訳ですよね「なあのこうこうこうだから、えー、この状況は逃げるべし」とエレンは考えます。でそれに対して 指示を仰ぐくせに勝手に動く本当バカねっていうさよりの評価まあうんここはなるべくその僕が描くときに漫画を描くときにあのバカを作りたくないなっていうのがあってあのなんでしょうその人間ドラマのドラマとか漫画でまあ、映画もそうだしあのバカが出てくると結構きついというかその うん、まあ読者の方から「高一はバカじゃないか」ってツッコミが聞こえそうなんですけどまあそれはちょっと置いといてあのバカバカによるトラブルって結構なんか感情移入きつくないですかあのただイライラしちゃうっていうかなんかあのー、なんか人間ドラマでうーんバカが出てくると結構見てらんないなと僕は個人的に思うタイプなのでうーん。 それぞれの理屈であので間違えてほしいんですよあのキャラクターが間違えないと、えっと、物語が「天」「気象天」の「天」あの天の天にならないんで間違えるのはいいんだけどただバカだから間違えるんだけはちょっと避けてほしいなと思ってあのなるべくあのここだとここに至って言い逃れ,言い逃れは無理だ「えガゴシアンってキーワード言ったんだから私のことをはっきり知ってるから「 えー、少しでも正体を明かすとまずいことになるっていうエレンの理屈を一応ここで、えー、言い訳してますだからエレンは間違えたけどバカじゃないよっていうのを、えー、読者に分かってほしいシーンです、はいね、最悪だ最悪だ、えー、逆に来しまったそれと最悪なことにあいつらはスケボーで来るだから早いしかもマジで最悪 ビデオカメラを持ってるってここでもう自分で突っ込むなんでだよって何でこんな最悪が重なるんだよって、ね、あのー、思うとだからまあ,あのこれはまあある種ちょっとメタ的というかあのえっとご都合主義の逆ですよねそのご都合主義ってあのー、まああると思うんですけど都合よく行き過ぎみたいな。 それの逆で都合悪くなりすぎっていう状況をまあ自分で突っ込んでまあ読者もなんでだよそんな最悪なことあんのかよって思うぐらいに、えー、しててまあセリフ突っ込みしてるって感じまあそんな感じですねではあれですねもうさよりのお決まりのあれルーティーン手を貸してやろうかまあだからこれ便利ですよねこのトンって トンって指でやってると「まあさより」っていうのは、まあ、読者は読んでくれてる人はわかるでまあ綾野の分析があり、まあ、こうこうこうでピンチだねって言ってくるこのちょっとね意地悪な意地悪な顔が綾野らしくていいなと思う意地悪というか何でしょうその、まあ、自分は正解を知ってる顔っていうかうん さゆりも何度もこの時間を下見したけどそんな奴ら見なかったって。で、まあ、それを認めた上で「君は賢い」「きっとそれはだいぶ前にあったんでしょうね」ってその準備周到が逆に裏目に出てて「えー、街は変化してるよ」って、まあ、さもありなんなことを言うと。でそれはなぜか最近になって動画撮影する若者が増えたのだ。でそこでさすがさゆりは。 ピンときて効果かっつってまあ YouTube 冷明期の話なのでまあえっ、ー、とーその時代の変化をなんだろうなその、ねまあ、ネタに使ってるというかその過去の話なので結構その時代その時代で何があったかっていうのがえっ、ー、と引用すると結構あの面白い好みの。 話になるので僕の好みなので、えっと、その時代の話っていうのをなるべくちょっと無理のないように入れようと思ってます。もで、YouTube で実際、えっと、この辺って本当に黎明期の時にあのスケボーの今っぽいあの今よくいるそのスケボーのなんか YouTube 動画とか撮ってる人って別にいたかどうか分かんないんですよ。で、た多分いそんなにいなかったんじゃないかなってあの僕も思うんですけど、えっと、多分、あの、まあ、いな、いなくはなかったと思うんですよ。いなくはなかった。で、これが僕のなんかその許容範囲の条件で、えっと、うん、その時代なんかほとんどの人はこうだったけど、 まあこういう人も確かにいたよねと思ったらまあそれは別にあの使っていい話かなと思って絶対にいないとかじゃない限り別になんかあのそこはどこを切り取るか次第なのであのそれはなんか許容範囲かなっていう判断でやってますでこのねわざとこのいまさに今の YouTube の用語ですよねそのコラボ動画ってコラボ動画 でしかもユーチューバーだって言葉も入っちゃってるしでこれはもう遊びです遊び心というかうーんだまあいずれそのな何だろうなその YouTuber の走りみたいなのを書きたくて、まあ、わざとこのなんかこの当時にそんな言い方ねえよみたいなのをこいつらが独自でこう言っちゃってるっていうのがまあ面白いかなと。 ユーチューバーって言葉がなかった時にユーチューバーのことなんて呼ぶかなと思ったらまあミスターユーチューブで成り上がったらミスターユーチューブかなとかでそれを言い直していやユーチューバーだって今のまさにドンピシャの言い方をしちゃってるみたいなユーチューブの黎明期にユ、えーチューバーの先祖がいたかもしれないみたいなそういうちょ,、まあ、ちょっとそのあのまあイフの話ですよねこのイフの話それがちょっと、まあ、好みかなと思ってます で7ページ目でやっぱここのねあのサ百リとヤドの関係、まあ、原作で描かなかったこの関係が結構好きなんですけどこのやっぱお互いにリスペクトし合ってるんですよね噂通り鋭いあの観が眼を持っているでもやっぱムカつくなぜならこうなること分かっててにも分か言わなかったんでしょうって で、まあ、お互いちょっと試し合ってたところはあるっていう。そんな感じで、まあ、こ,この感じが、まあ、ちょっと、まあ、食えない感、食えないやつ、食えないやつ感がね、ちょっといいなと思って。ここでなんか、綾野が最初からなんかすげえ全部協力してたら、さよりの見せ場もなくなるし、綾野も立たないし、あんまいいことないなと思って、 まあ綾乃の性格的にまあちょっとは邪魔するかもなーみたいななんかもっともっと積極的に邪魔するプロットも考えてたんですけどさすがにそれはちょっとキャラ違うなーとか,うんだからどこまでだったら綾乃動くかなーっていうのをちょっと考えてた結果まあ分かってて言わないぐらいかなっていうところですね。 やっぱキャラと違う行動をえっ、ー、と、ま、キャラと違う行動にはみ出しちゃうのは面白いんだけど、えー、とこっちの都合でキャラを変えちゃうのはやっぱり良くないキャラにとって良くないなと思ってます <laughs> でえっ、ー、とまあ邪魔した理由ですよねさっきのその、まあ、ただキャラだからとかあの悪いから 意地悪だからとかそういう理由でまあさっきのバカだからとかそういう簡単な理由じゃなくてえー、っとまあそれぞれ思想があるというかをやりたくてこの程度の危機を乗り越えられなくてエレンのパートナーなんて言わせないよってまあだからえー、っと綾野がなんで邪魔するかっていうと、まあ、エレンを好きなんですよねまあ友達としてだからエレンがそんなつまんない女と組んでるなんて私許さないわよみたいなまあそういう だからまあこれもねなんかよく使うそのヘイトコントロールっていうのかななんかあの結構ヘ,あのヘイトっていう言葉を意識してあの書いてるんですけどヘイトってまあ、まああ分かると思うんですけど嫌いって意味じゃないですかライクの逆かなラ,ラブの逆かなちょっと分かんないですけどヘイトっていう言葉があると思うんですけどあのヘイトコントロールって本当に大事であのただねその 本当にさっきから高一の話ちょいちょい出しちゃうんですけど、高一は、あの、ギリギリ嫌われるように設計してるんですよ。な、何んだろうな、あの、えっとね、ヘイト溜まりすぎると良くないっていう話で言うと、高一はヘイトちょっと超えちゃうんですよ、このコップを。コップ一杯のヘイトがちょっと溢れるから、だから俺は、えっと、面白いと思ってるんだけど、えっと、まあ、そこのコントロールというか、あの、 そのこのキャラクターにヘイトが今どれぐらい溜まってるかっていうのはすげえ意識しててあのそれをいなすために悪事の理由をえっ、ー、とまあエレンとかはあのヘイトがほぼ,、ま、ほぼたまってないキャラクターだと思うんですけどこういう読者が読者が好きなキャラクターのために悪いことをしたんだよっていうのってえっ、ー、とこのヘイト溜まりづらいんですよ。その 読者からすると自分が好きなタレントとか自分が好きなキャラクターのためにやったこと。だからそれはなんかその許せちゃうっていうか。で、えー、それを受けてさよりスイッチ入る。あなた目だけはいいんだから何か見えるでしょう。っていうヒントですよね。まあ、ヒント、ヒントがあるとそこから解決するっていう。ヒントもなく えっとまあ問題があってあそれをクリアするときにヒントを経由しないと,、えー、っとそれはさっきのご都合になるというふうに考えてます。まあヒントが。えー、っと向こうからエレンが走っててカメラもエレンに近寄るみたいな感じで目だけはいいんだから。 で目によるで何を見てるんだ、えー、看板が見えたで読み上げるまあ、エレンあのー、英語のエレンの英語力の話なんですけどこれまあ単行本の負けで書いた記憶があるんですがあのえっとねリスニングはリスニングはほぼネイティブで、えー、読み書きが苦手っていう設定ですでそこ割となんかずっとブレてなくてあの えっとそ,れそのリスニングできて読み書きができないっていう珍しい状況をちゃんと,えっと知らないとエレンの英語力ってなんかそのシーンごとでバラバラじゃないみたいな感じで感じるかもしれないですけど、えっと、はっきりリスニングと読み書きで能力を分けてますで、まあ、その理由はまあちょっと話すと長いんだけど、まあ、まあまあそういう一応設定があると。 で、予定しての合理地点を大きく外れてます。で、ルーシーの現在地は、で離れすぎている。もこれはやばいと、マチルダお姉さんは思います。で、えー、で、わかってる、黙って。さよりに言われても、そこを、まあ、あえて言い続ける。えー、なぜなら、マチルダはそういうキャラだから。その、えー、っと、 まあ、フ,ィフィジビリティっつうかあの実現可能性って言うんですけどフィジビリティあのー、まあ、まあ、フ,ィフィジコなんですよねこのマーチルダはフィジビリティ係なんですよまあ学級委員みたいな感じでやってるんですけどなんか余談だけどそのさゆりってあのー、大学生編までたまに眼鏡かけてたんですけど ニューーヨク来ててかからメガネ1回もかけてないんですよなんでかっていうと、えっと、あ新メガネキャラがあの現れたんであの作者的にはなんかもうさゆりにメガネキャラの役割はもう終わったみたいな感じであの新,新,メガネ新メガネちゃんが出てきたんであの作者的にはさゆりにはもうメガネかけさせなくていいやみたいななんかそういうちょっとなんかよくわかんないあの勝手な思いで描いてます。 まあ、フィジビリティ係実現可能性チェッカーのマチルダ先生の目が光りこう集団を強くお勧めしますななんかさっきも言ったようにバカを作りたくないっていう理由でこのみんな自分の係を担当してるんですよだからあのこ,のこの立場からするとこの発言ってもう100%正しいんですよ。 違う考えを持っている。なぜならその係が違うから。からそれがあの結構面白いチームとして描けるあのこあのポイントかなと思う。そこがちゃんとはっきり係がないとなかなかそのうん似たようなキャラばっかのチームだとなんかまあ、面白く動かないなっていうのが個人的には思います。えー、マチルダの助言も聞く耳を持たんか正直ガッカリなつ,つんだな。 で聞く耳何を聞いてるってそこであの気づくさゆりが聞いたのは、えー、ルーシーのこの音ですねパルクールでこう街を飛び回ってる音を聞いてで足が見えて何かにこう到達到達した感じで、えー、地図の通りじゃ間に合わないねってこう。 まあ軽口を叩く系の好きな感じですねで、えっと、余談です余談というかもう結構大事なところなんであのお断りしておくと,、えっとこのたまに出てくるこの背景の写真っていうのは僕があのニューヨークで撮ってきた写真で、えっと、実在の建物風景でも自分で撮った写真ならえっと使えあのトレースして OK なので漫画に使えます。まあ,あの いけなない場所ででも、あのー、ストトックフォト買ええば使えるはずなんで別にあのえの絶対取材でその現地行かないといけないわけじゃないと思うんですけどこういう構図ってまずないんで、あのー、こんな都合いい構図まずないんでこういう写真は結構ガッツで撮りに行くしかないと僕は思ってます。であの別にこれなんかあの愚痴でもないんですけどあのこれはあの完全に自腹で。 自分の旅行も兼ねてあのニューヨーク行ったんであの結構頑張って撮ってきた写真なのででっかく使ってます。はい、でエレン発見で、まあ、ここであ綾乃ちゃんさゆりにさゆりに興奮さゆりいいわみたいなね、うん、で、えー、とここからですね地下室の扉が開いてるとまあニューヨークって地下室 いいっぱいあるんですよお店の前とかな、まあ、これもなんか取材が生きてるなというかでここなんかちょっと漫画だとあのもしかしたらミスリードしちゃった人入れたかもしれないですけどあのえっとえっとねこ,ここからルーシー飛び降りたと思ってる人が多分何割か0.5割ぐらいいると思うんですけどさすがにそんなわけなくてこの,この高さで多分4階建て以上なんでさすがにそれはないくて。 えっと、この間にまあ、えっと、壁降りてるってあるんですけど、まあ、ぶっちゃけここ飛ばしても別にいいんですけど一応まあ申し上げ程度に壁降りてるカットを一応入れててなんで,で飛ばしていいかっていうと、えっと、漫画ってコマとコマの間に何が起きてるかっていうのは保管脳内で保管できるはずなんであのさすがにわかるでしょうだパルクールってそういうもんなんでパルクールってこの、えっと、壁をまああのー ババババババってなんかちょっとしたこの出っ張りを使って降りたり登ったりするっていうのをもうパルクールっていうルーシーの職能でも語ってるんで「まあパルクール使えるんだからパルクールで降りたんでしょう」っていうのはそこはちょっとまあパルクールってキーワードだけで分かってほしいんだけど一応申し上げ程度に入れてます「飛び降りてないよ」「まあどっちみち真似しないでね」って感じなんですけど。 でここまあですねこうカメラが寄るカメラが寄る表現で、えー、この近づいてるかもね距離近づくって書いてますけどやばいって感じですよねもうやばいどうなっちゃうの追いつかれちゃうっていうもうもう終わりだって時にこうヒーロー参上呼吸を合わせろ、えー、ブラックアウトまで3秒で二一21でえっと ここでは映ってるのか。ここで、2、1。で、ここですね。ここの、まあ、いわゆる見開きっていう、あの、開いた状態両方使う表現なんですけど、ここちょっと一個挑戦してることがあって、えっと、ジャンププラスに限らず、アプリとかウェブで、えっと、めくって読む漫画って、あの、デバイス横にしないとこうなんないんですよ。 まあ読んでくださっている方は分かると思うんですけどまああのこうこうじゃないですかでスワイプしたらこうじゃないですかだからえっとなんだろうなこういうセリフと文章があったらえっとこっち先でこうじゃないですかこれがまあまあ分かんないけどその例えばえっとあなたのことが好きなのって言って次のページに開いたら 俺もみたいなだとするとまあセリフ読む前にまあバレちゃうっていうかうんまあちょっとうまい例えじゃなくて申し訳ないですけどまあアプリで読む順番を意識しないとあの伝わる順序が変わっちゃうかもしれないっていうのが結構あってあのでこの対処法ってもう2つに1つで片面ずつ見て見ても 片面ずつで伝わるようにする「お」はもうン無視もう単行本派の人しか考えないみたいな,なんか両方どっちもありだと思うんですけど僕はえっとちょっとそれでなんかできないかなと思ってこれってえっと要はあの1ページずつで伝わる絵にしてるんですよ。ここでえっと 力尽きるエレン、マリーン。で、マリーンはこっちを見てる。で、ここにもあの一応影が、あの、ルーシーが見えてるんですけど、マリーンの視線をこっちにすることで読者にめくらせる強制力をつけてるんですよ。めく、めくらせたい。マリーンは何を見てるで、バッとめくると、その、 その視線の先にルーシーがいるだからあのこれはもうめくるのを前提にの2コマ漫画みたいな感じなんですよあのだからちゃんとこっちにこっち側にマリーンの目が入るようになっててその力尽きたエレンの直線上にルーシーがいて決め技目入れ替わり スイッチって入るんで。で、そこからこうカメラがグイっッと、グイっッと回るんですよね。だからあの、えっ、ー、と、振り返るっていうのを2個まで表現してます。余談ですけど、この、これって、えっ、ー、と、まあ本当に漫画表現の面白いところだと思うんですけど、こんな風に光は飛ばないんですよね。なんでかっていうと、あの、これもともとあの、アキラっていう有名なあのー、漫画の あえー、と漫画原作のアニメで使われた手法であのアキラのあアキラじゃねえあの金子のバイクがこう走る時にあのライトのテールライ,ライトがフワーンっていくんですよねすげえかっこいいシーンがあるんですけどそれからそれは、えー、と実際、えー、と昔のフィルムカメラとかで撮るとそれは起こる現象なんですよね実際の起こる現象でこのライトが、えー、と焼き付いて。 残像が残るっていう実際のある現象なんだけど、えっと、この漫画のただ光ってるだけの部分って、なんか絶対、絶対か分かんないけど、何のかなちょっと僕は分かんないですけど、あんまなんないと思うんですよね、こうは。だから、あの、なんだろうな、元ネタが分かんないけど、多分なんかバトル漫画とかで、まあ、あるいはこの、なんか眼光が光るとか、 そういうところから来てる表現だと思うんですけど、まあ漫画ならではかなと思ってます。違ったらなんか誰か教えてください。で、えっ、ー、と、こう、えっ、ー、とね、マリーンも回ったし、ルーシーも回って止まるっていう、この、こう、こうの動きに、こうで返してて、で、ルーシー。で、ルーシーのアップ。 そんでどうするっていうここはもう結構なんでしょうもうバトル漫画っすよねもうかん,なんかやりたいのがバトル漫画やりたいなと思ってで「ヒーロー三条」でさよりとまあなんか役者は揃った感ですよねルーシー三条さよりも、まあ、落ち着き払って、えー、あとはお好きに。 でえー、とここでまあこっからももうバトル漫画ですねアクションしかないアクションでしかないっていうか降りてきてフードをグイッとやって顔を隠してでえっ、ー、とまあ爆注してこの電話ボックスに乗んのかなーっていうところでわざと電話ボックス落ちてで尻餅つくと。で これなんで尻餅につかしたかっていうとなんかあのえっとねルーシーのセリフで走ってるのが走ってるシーンが好きグッとくるみたいなセリフがあるんですけどあれ僕の,あの僕の好み僕もそう思ってて僕がそう思っててルーシーにま代弁してもらった感覚なんですけど走ってるシーンはなんか体使ってるから共感するよねっていう。 理屈がなんかまあ僕も思ったことあって、このミスって尻餅つくっていうのが結構その身体的ななんか共感っていうか、なんだろうな、あの、ちょっと話すと長くなるんだけど、あの、えっとね、カメハメハでこう、打ってこうなるじゃないですか、なんかあの、ちょっと絵下手だな、この。あの、カメハメハが、 まあエネルギー弾がこう衝突してこう攻め合うじゃないですか僕あそこが「ドラゴンボール」の一番発明だなと思ってあのまあオ,オーラ気を視覚化したっていう、まあ、さっきのアキラの話の続きじゃないけどアキラはえっと見せてなかった超能力を視覚化したっていうのが「ドラゴンボール」の発明だみたいなことはまあよく言われてると思うんですけど僕はこっちの,あのパワーのぶつかり合いを視覚化したのがすげえなと思って。 でなんでかっていうとこのこれやってる時の悟空って、まあ、よくある構図でこう,こうじゃないですか「うお」っつってこう,のこう「うお」ーっ,っていうのがすげえ長かったじゃないですかアニメバージョンでこの時に僕らは力入ってんですよね見てる側もでこれが僕身体的な共感だと思っててあのい一緒になって力入っちゃったりとか一緒になってヒヤッとするとか なんかそれがなんか使いたいなと思ってあの、まあ、身体的な共感っていうのを結構意識してますだからここの尻餅はそれですよねなんか。でえー、っとここでみんななんか固唾を飲んで「うおーすげえ」ってなってカメラを構えるんだけどえー、っとすげえ買っちゃった。まあこのね ルーシーの思わず笑っちゃう笑顔にもう、もう、キュンキュンしちゃうんですよ。もう、なんか、あのリ、なんだろうな、アーティストとしてのイフっていうよりも、ルーシーはやっぱり共感なんで、あの、ルーシーが笑ってたらなんかもう、いいかなみたいな。だから、ここで、あの、こいつらを諦めさせたのって、ルーシーの力なんですよね。エレンではなく。だからそこは、結構、ルーシーのらしいところが、 エレンを救ったとも言えるんでうんなんかあのー、みんなちゃんと活躍できたなあっていう思った回です決めカットで、えっと、これも余談も余談なんですけどえっとここでルーシーちゃんと左手使ってる左手使ってるんですよまあエレン左利きなんでここで左手使ってるんですけど実はあのここは右手なんですよここは右手 なんで,でかっていうと、こっちはとっさにやってるから気が利かなかったんだけど、こっちはワンテンポ置いてるんで、エレンの真似をしなきゃいけないわけだから、えー、左にしてます、はい。これもね、なんか、なんかで複製に使おうかなと思ってたんだけど、多分使わないんでいっちゃいます。もう、わかりづらいしね、こんなの誰も見てないし。うん。まあ、この動画のトリックを見破られるとしたら、ここかなって思ってて、 まあ、使うか使わない服かわかんない伏線って一応残しておくこと多いんですけどまあなんかバンクシーか誰かがこの動画を見破るみたいなシーンを書くんだとしたらここでここで右手をここで右手をとっさに使っててこっちでは左手になってるこれはこっちは多分素のリアクションだろうってことはもしかして別あのこいつは左利きじゃないんじゃないかみたいなそういうくだりが 作れたたたなと思って一応残しし伏線でしたちょっと長くなってしまいましたすみませんえっとこんな感じで、えー、今回は、えー「第72話伝説の誕生編を」を、えー、解説しましたありがとうございます、えー。よかったらチャンネル登録、えー、グッドボタンよろしくお願いします。ままたお会いしましょう